さあ、いよいよ東京オリンピック男子決勝、日本対ブラジルも3対3のままアディショナルタイムに入りました。金メダルをかけた一戦もこのまま PK 戦に突入するか。パパ頑張って。さあ、得意のドリブルで攻め込むブラジル。あ、絶妙なターン。まずいぞ、あの動きは。コースを切れ。そんなガードが通用するか。これで金メダルだ。あ、ボールはゴール隅へ。これは決まるか。止めた。若林くん、やった。これが日本の守護神、若林健三。若林、長友さん、頼みます。ボールは長友へ。美咲くん、うん。さあ、最後のチャンスと見たか日本。パパ、いけ。力強いドリブルで進む長友。このリズムは明治大学時代応援席で刻んだドラミングと同じビートだ。翼と美咲、あいつらのあのシュートさえ決まれば必ず勝てる。俺は見たんだ。クロスを上げるのは俺だ。おっと待った。ん？そう簡単にクロスを上げさせるか。あっと長友かわした。ゴール前には翼と美咲が走り込んでいるぞ。長友さん、クロスを。さあ長友、雷神のごとくクロスを放つ。頼むぞ翼、美咲。美咲くん、翼くん。これはツインオーバーヘッドキックだ。決まった。よっしゃ、やった。勝った日本、金メダル。パパやった、やった。さすが翼と美咲、やってくれるぜ。よかったね翼くん。ああ、お前らならやってくれると思ったぜ。長友さん、合宿所で秘密特訓を見たとき、これならブラジルに勝てると思ったんだ。見てたんですね。うん、想像力は人間の持つ大きな力だ。お前らはその自由な発想で思いもよらないプレーを実現させた。それが日本のサッカーをここまで強くしたんだ。これからも日本のサッカーを頼むぜ長友さん。おっと、当分俺も付き合うぞ。代表でな。